はいどうも皆さん、こんにちは。ありがとうございます。というわけで本日も仮面ライダー持ってっていきたいと思います。前回はね、仮面ライダーオーズ紹介いたしました。いやもうね、めっちゃくちゃかっこいいよね。このさ、これ割れた鷹の方のやつなんだけどさ、いやかっこいいね。そして本日ね、いやもう最初をさ、仮面ライダービルドのさ、クローズから紹介して、ビルド、で、ジーニアス、電王、そしてネザーのね、やつ紹介したり、ガイム、セイバー、フォーゼ、ゼロワン、リバイス、で、ウィザード、リュウキ、エグゼイド、とかもうなんかいっぱい紹介してきて、本日なんと、平成ライダー最後となりました。仮面ライダー9が紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。ではね、9が紹介していきたいと思います。まずね、9がこんな感じで現世にね、このブロックがありまして、鉱石ブロックですね。で、これを壊すとね、ここの、5種類のね、やつが出てきます。それではね、クーガグローイング、クーガマイティ、ドラゴン、ペガサス、タイタンっていう感じになっております。で、このグローイングはめっちゃね、元になってくるやつで、あとがね、フォームチェンジとかですね。まずベルトなんですけれども、こうね、クーガマイティをクーガグローイングで囲うことで、こんな感じでアークルを作ることができます。で、まあ、防具はね、いつも通りこんな感じですね。そしてね、こんな感じで武器の形に置くことで、ドラゴンロッド、ペガサスボウガン、タイタンソードのね、3つの武器作ることができます。そしてこんな感じでね、4つ食らうとすると、このクーガライジングマイティというやつが作れて、他もね、はい、こんな感じでドラゴン、ペガサスだったりタイタンもね、ありまして、さらにこのクーガライジングマイティを4つクラフトすることで、クーガアメージングマイティを作ることができて、さらに、こんな感じで全部のライジングマイティ、ドラゴン、ペガサス、タイタン、アメージングマイティをクラフトすることで、こんな感じでね、クーガアルティメットを作ることができます。これ、アルティメットになってるけどね。ではね、アークルつけて、早速仮面ライダークーガ変身していきたいと思います。変身。はい、こんな感じで仮面ライダークーガマイティフォームになることができます。いや、かっこいいね。始まりの戦士。そしてね、このクーガグローイングをね、ミリクリックすることでね、こんな感じでね、グローイングフォームになることもできますね。そして、クーガドラゴンをミリクリックすると、はい、こんな感じでドラゴンフォームになることができます。ドラゴンロッド持ってね、こんな感じで戦うことができます。ペガサス、こんな感じですね。ペガサスボウガンで撃つことができます。こんな感じですね。クーガタイタン、はい、こんな感じでタイタンフォームになることができます。最近ね、CSG も発売されたタイタンソード、こんな感じで。はい、戦うことができますね。こういう感じで。で、ね、ライジングマイティ。これがね、今の普通のマイティフォームで、これ、ミリクリックすると、はい、こんな感じでね、黄色いね、黄色の部分っていうのかなが増えて、ベルトもね、変わってますよね。こんな感じで。はい、こんな感じです。ライジングドラゴン。はい、こんな感じで。ライジングペガサス。ライジングタイタン。して、アメージングマイティ。はい、こんな感じですね。いや、かっこいいね。これ、細身ながらもさ、めちゃめちゃ威力強いもんね。はい、こんな感じですね。で、最後、クーガアルティメットフォーム。はい、こんな感じで。いや、かっけ、黒金ってめっちゃいいね。かっこいい、こんな感じですね。じゃあね、せっかくなんで、クリエイティブでしか入手できないですけれどもね、そこら辺も紹介していきたいと思います。クーガライジングアルティメット。これはディケイドのね、映画で出てきたやつですね。はい、こんな感じですね。いや、かっこいいですね。これは、ね、五代ユースケではなく、小野寺ユースケの方がね、変身する姿となっております。そしてね、これ SIC の、まあ、フィリュアーツのやつですね。で、出てきたやつなんですけれども、クーガスーパーライジングアルティメット。はい、こんな感じでもう、マッキンキンよね。なんか、キバのエンペラーフォームみたいなね、感じがありますけれども。はい、こんな感じです。というわけでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。これでね、一応全ライダー、平成令和のね、ライダー紹介いたしましたけれども、これからね、またあと数話続きますが、それではね、ビルドのね、まだ紹介してなかったやつだったりとか、セイバーにもそういうのがありますので、紹介したり、まあ、あと技術もね、紹介しようかなと考えておりますね。技術やったり、昭和ライダーだったり、アマゾンズ、ブラックサンとかそこら辺やっていきたいと思いますのでね、最後までよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。限界まで走り続けるあの時の気持ち。